ミャンマーでの国軍によるクーデターへの抗議デモは連日行われています。14日夜には北部で治安当局がデモ隊を排除するために発砲するなど、当局による強硬な制圧への懸念が強まっています。最大都市ヤンゴンでは15日も朝から市民らがクーデターへの抗議の声を上げました。ヤンゴンでは14日以降、国軍の装甲車が市街地を走る様子が確認されています。また、地元メディアによりますと、北部のカチン州で14日夜、治安当局がデモ隊の排除のために複数回発砲したということです。ゴム弾か実弾なのかは分かっておらず、今のところ怪我人の情報はありませんが、複数の地元の記者が拘束されたとみられ、混乱した現地の様子を撮影したとされる動画がインターネット上で拡散しています。一方、当局は15日の未明から朝にかけて国内のインターネットを遮断しました。市民の拘束などの情報が SNS を通じて拡散することを防ぐための対応とみられています。デモの広がりに対し、当局がさらに強硬な手段で制圧に乗り出す恐れがあり、緊張が高まっています。